チャンワットはタイの行政区の一つ、日本の県にあたる行政組織。知事は内務省によって決定され、住民の自治権はない。ちなみにタイでも頻繁に勘違いされるがバンコクは行政区分としては首都府であって、知事も公選でありチャンワットではないが、チャンワットとして扱われることが多い。以下では首都府バンコクとも県として扱うこととする。 バンコクと以外のチャムワットの下にある行政組織は以下のようになっている。796のアムプート80のキンアムプーが存在する。この下にはタムボンがあり、最下位の行政区分としてムーバーンが存在する。また過去にはモントンと呼ばれる行政組織があったが、これはすでに廃止されている。統計的にはバンコクが他のチャムワットよりも人口を及び、 人口密度が国内最多である。一方で国内最小の人口を持つのはラノーン県人口密度では名本ー恩県である。面積ではナコンラーチャシーマー県が最大でサムトソンクラーム県が最小となっている。太陽国には77のチャンワットがある。これらの県は地理的文化的要因により4つから6つの地方地域に分類することもある。 北部チエンマイ県、チエンラーイ県、カムペンペット県、ラムパーン県、ラムプーン県、メイホンソーン県、ナコーンサワン県、ナーン県、パヤオ県、ペッチャブーン県、ピチット県、ピッサヌローク県、プレイ県、スコータイ県、ターク県、ウタイターニー県、ウッタラディット県、チューバアントーン県、アユタヤ県、バンコクトチャイナート県、カーンチャナブリー県、ロッブリー県、ナコーンナイオック県、ナコーンパトム県 ロンタブリーケンパトムターニーケペッチャブリーケンプラチュアプキリカンケンラーチャブリーケンサムットプラーカンケンサムットサーコーンケンサムットソンクラームケンサラブリーケンシンブリーケンスパンブリーケン東北部アムラートチャルーンケンブリーラムケンチャイヤブームケンカーラシンケンコーンケンケンルイケンマハーサーラカームケンムックダーハーンケンナコンパノムケンナコンラーチャシーマーケン ノンブワラムブーケノオンカーイケロイエットケサコンナコーンケシーサケートケスリンケウボンダーチャターニーケウドオンターニーケヤソトーン、ケンブンカーンケントチャチュンサオケジャンタブリーケン、チョンブリーケプラチーンブリーケラヨーオンケサケオケン、トラートケ南部チュムポーンケクラビーケナコーンシータマラートケナラーティワートケパターニーケパンガーケパタルンケプーケットケ ラャノーン県サトゥーン県、ソンクラー剣、スラートターニー県トランニヤラー剣、補チ番号は、英語版に合わせてありますので、アルファベット表記を知りたい方は、そちらと比較対象してください。の1と5県は、万国首都圏として別に扱われることがある。の8県は、地方を6つに分類する倍西部となる県。ありがとうございます。